ローラス大学のキーホール。ローラス大学、ないし、ローラスカレッジは、アメリカ合衆国アイオワ州ダビュークにある、カトリック教会司教区管轄下の4年生、大学であり、1600人ほどの学生が学んでいる。アイオワ州においては、最古の高等教育機関である。学部教育と合わせて、大学院の家庭も設けられている。 ダビューク市内に4校ある4年生大学の一つであり、ダビューク、広塚佐教区に置かれた4校のカトリック系大学の一つであって、アイオワ州内にある6校のカトリック系大学の一つである。ローラス大学は、初代のダビューク市教マシアスローラスによって、この地域の人々に高等教育の機会を与えることも目的の一つとし、 青年男子を聖職者に養成するセーラファエル人学校という名称のリベラルアーツカレッジとして1839年に設立された。ローラスは後に大学の学長も務めた。当時このカレッジはいくつもの故障で知られており、セーラファエル人学校セントラファイルズセミナリーからセントラファイルズアカデミーマウントセントバーナーズカレッジセミナリー セント・ジョセフス・カレッジ、ダビューク・カレッジ、コロンビア・カレッジなどと称された。現在の名称は、設立100周年を迎えた1939年に採用されたものである。同年には、全国的なカトリック系の優等生教会である、デルタ・イプシロン・シグマが、この大学で、フィッツ・ジェラルド神父によって結成された。設立当初からこの大学は、教員と施設を、 学部の課程に用いており、学士に相当するバチェラー・オブ・アーツと学士に相当するバチェラー・オブ・サイエンスを授与していた。1963年にアメリカカトリック大学がそれまでローラス大学のキャンパスで行っていた大学院課程の分校を廃止すると決定したのを受けてローラス大学は学士より上位の教育への地域の需要が拡大しつつあることを踏まえ、 いくつかの分野で修士に相当するマスター・オブ・アーツの学位を授与する自前の大学院の設置に乗り出した。それまで男子校であったローラス大学は1971年秋に教学となった。1973年には短期大学士に相当するアソシエート・オブ・アーツとアソシエート・オブ・サイエンスが導入された。コミュニティ教育部門は1975年に 解説された。ローラス大学は、学部の学士課程も大学院課程も北中部、大学学校協会の認証を受けている。教員養成課程は、大学院、学部とも、アイオワ州教育長の認証を受けている。学部の教員養成課程は、これに加えて、全米教員養成認定委員会、ナショナルカウンシルフォーアクレディテーションオブティーチャー、エデュケーションの認証も受けている。 アメリカ科学会は学部の科学教育に認証を与えている。また、米国ソーシャルワーク教育協議会は学部のソーシャルワーク専攻に認証を与えている。ローラス大学は49の専攻分野と11の独立副専攻、9の職業準備課程を学部で提供している。学部生には、この他にも、夏季講習、インターンシップ、フィールド体験、 海外留学などの機会がある。大学院では臨床心理学、一般心理学、学校カウンセリング、ステム教育の分野でマスター・オブ・アーツを経営分析の分野で経営学習士に相当する学位を授与している。ありがとうございます。